え皆様こんにちは絵画こと買取プロ金子でございます、えー、今日はこの抽象画家のお一人松谷武貞、えー、さんのご紹介ご案内でございます、えー、松谷さんもです、ねえー、関西の出身でございまして、まあ、私はあの京都なんですけど松谷さんはまあ大阪の方でございますけれども、えー、非常に抽象表現、えー、非常に気づいたお一人でございます もともと日本画を志してですね、日本画を学ばれるんですけどもやはり自分のどこかでそういったなじめない違和感を覚えてですね、それでまあ元永具体の元長と出会ってですね、具体の発表に力を注いでいくわけです。 で、まあこの作品もそうですけども、あのまあ、ボンドというのが1960年代後半から出回ってくるんですけども、そのボンドのもうこう垂れ差があるですね。あの、非常にこう独特のそして固まっていくような。そういったまあ材料を使ってですね。そこにまあ空気を吹き込んだり、まあ、いろんな作業をしながらですね。その接着剤を元にヒントにして、いろんな作品を生んで行かれたそうでございます。まあ、この作品もそういったボンドをですね使いながらですね。まあ、ある一方ではそういうちょっとかあの。 いたエロティシズムみたいなそういった抽象的な表現を生涯貫いておられました松田に竹田さん今評価が見直されて非常にまあ高くなっておりますので1960年代のお作品を中心にですねぜひ評価させていただきたいと思っておりますえ絵画骨董買取プロ週稼堂では、えー、こういったあフリーダイヤルでお受けしております 0120126ットまでお電話いただきましたら、買い取りのご相談、評価のご相談、引き続きお受けしております。まあ、地方でもあの結構でございます、お問い合わせいただいて、ですねあの多少まあ交通費なんかをいただく場合もございますけれども、あの査定員があご自宅まで出張して、えー、きちんと評価をして、ですね結果レポートを差し上げる、えー、サービスも行っております、えー。いろいろ美術にまつわること、ご相談ございましたら、ぜひこちら、0120126ットまでご連絡をお願いしたいと思いますおお待ちしております。